小中小児の来店者の方にお越しいただきました。完璧ではないっていうことが視聴者の方にも伝わったと思うので、一番大事なんですけど、どうもしゅんです。こんにちは。今回は合格者の面接公開シリーズということで、小中小児の内定者の方にお越しいただきました。前回はですね、小中グループの内定者の方の面接を公開したんですけども、小中小児も見たいっていう声が多数あったので、今回は小中小児の内定者の方に来ていただきました。ということで、今回面接していただくのはあの豊丸さんです。こんにちは、パポ芸人の豊丸です。今日はですね、面接官の役割で出演させていただきます。今回内定者として来ていただいた田中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速面接の方を始めさせていただけたらなと思います。今日はですね、架空の福田商事という日本トップクラスの大手総合商社の面接官として面接をさせていただきます。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、一番最初の質問なんですけども、田中さんがですね、今就活を進める中で、どんな基準で会社を選ばれているかについて教えていただけますでしょうか。私が会社を選ぶ基準としては、やっぱり第一は希少性を重視しております、はいはい、ではその希少性は何かと言いますと、まずその社会人になるということは、まあ、数ある選択肢の一つだと自分は思っています。わざわざ会社に入る必要もない人もいれば、まあ、自分で商売をするっていう道もある中で、わざわざその会社に入るのであれば、他の人ができない経験がしたいっていうのが僕の一番の、モットーです。その中で他社ではやっていないような、まあ、鉄鉱石を掘るだったりとか、石油プラントを開発するだったりとか、他の会社では得られない経験ができるのではないかと思い、志望しております。ちなみにその希少性というと、他にはどういった会社を受けられてるんですか。他には外資系の投資銀行だったり、あとは外資系のコンサル会社を受けておりました、うんうん、ありがとうございます。では2つ目の質問なんですけども、田中さんがですね、これまでの人生で成し遂げた一番大きな経験といいますか、出来事を教えていただけますでしょうか。はい、自分は学生時代に就活生を集めたイベントを開催したことがありました、はいはい。その中で、自分と同じように就活をしていて、特にベンチャー企業に興味がある学生30人ほどを集めて、で企業の方も招待して、採用者の方の話を聞くというイベントを開催しました、その際に苦労したことが、そのイベントに来てくれる会社さんを見つけるという、営業活動です。私はその中で、数多くの会社さんに、こういうイベントを開催するので出てくれませんかというふうに、依頼をしたんですが、最初はやはり全て断られてしまって、数で言うと50社ほど、全て断られてしまいました、ただこのままではいけないと思いまして、自分がお世話になっている、社会人の方だったり経営者の方に、どうすれば自分のイベントに興味を持ってもらえるのか、どうすれば参加してもらえるのかということをヒアリングしまして、その改善点を生かして営業した結果、無事に3社の方に来ていただくことができて、そのイベントを成功させることができました、うん、ちなみにその就活生を集めたイベントをしようと思ったきっかけというか理由は何だったんですか。はい、自分がその就活をしていた頃、やはりその大手の企業は情報が集まりやすいのですが、その何でしょう、まだ社員数が少なくて規模が小さいベンチャー企業ですと、なかなか情報が集まらない、学生が多いと。でそういった中で、自分の周りにもそういったベンチャー企業に興味がある学生が多かったんですが、そういった学生を集めて、そうですね、情報を共有する場があればもっといいんじゃないかなと思いまして、自分の方でこう会社にアプローチをしたり、学生を集めたりして開こうということになりました、うん、ちなみにそのイベントの運営というのは、はい、お一人で行われてたんですか。いえ、親しい友人と、企画をしまして、5人ほどで運営をしておりました。その5人のチームの中では、はい、田中さんはどういった役割を、先ほどの営業のような話されてましたけど、はい、私はその5人の中では、リーダーという役割を果たしておりまして、営業をいたしまして、企業にアプローチをしたりするとか、当日も会場の、セッティングだったり、
どのように進行するかを決めるかといった役割を果たしていました。その5人の役割分担みたいなどういうふうにされてたんですか？はい、ここで、大切にしたことは、得意なことをみんなやっぱり仕事にした方が場がうまく回ると思うので、うんうん、例えばデザインが得意な友人にはそのイベントの告知のポスターを作ってもらったり、ウェブサイトを作ってもらったりなど、お願いをしておりました。また、話すのが得意な友達には当日の司会進行をお願いしたり、あとはカメラが得意な友人には当日のイベントの様子をきれいに写真に収めてもらって、まあ、後日いい思い出というかその形に残るいい形に残るような形で写真を、アップロードしてもらったりとか、そういうふうに役割分担をしておりました、うん、ありがとうございます。先ほどその50社にアプローチをのかけ方を変えたというような話があったんですけど、はい、すみません、そこももうちょっとすみません詳しく、はい、どういったところが課題だと感じて、はい、そこに対してどういった打ち手を打ったのかについて、はい、もう少し詳しく教えていただけますか？はい、自分が最初にやっていた方法としては、うんうん、特にベンチャー企業の求人情報が載ったウォンテッドリーというサイトがあるんですけど、はいはい、そのウォンテッドリーの中でまあ、検索したら上人気順に表示されるんですけど、その上から順に片っ端から、テンプレートのメールを送るというような営業をしていたんですが、はいはい、やはりそれですと、うんうん、自分のメッセージに熱がこもっていなかったりだとか、あとはせっかく送った相手の企業さんとも、まあ、そもそも採用していなかったりとか、つまりその企業のニーズと僕らが企画している僕らのイベントに来てくれる学生のニーズがマッチしていなかったという問題点が最初はありました。それに対して、はい、テンプレートのメールをやめて、はい、一社一社に合わせた文章を送るようにしたということですかね？そうですね、まず意識したこととしましては、私のその企画したイベントに来てくれる学生というのが、うんうん、私が理系ということもあって結構そのプログラミングに興味があったりとか、まあ、エンジニア志望だったりとか結構理系の職に興味がある学生が7割ほどだったんですね。なのでまずそういったエンジニア志望の学生を募集している企業に、相当かけて、でなおかつ、未経験だったりとかその元気のある学生を募集している企業に絞り込んで営業をかけました。でその際に意識したこととしましては、メールの中で私のイベントには理系の学生が多数参加します、なおかつ大企業ではなくてベンチャー企業に興味がある学生が、たくさん来ます、なので御社のこの採用のニーズとマッチするのではないでしょうかというようなピンポイントでのアピールをして営業をしておりました、うんうん、ありがとうございます。ではですね、少し質問を変えるんですけども、今までの人生でぶつかった一番大きい困難は何ですか？はい、先ほどの質問とちょっと被ってしまうんですけど、うんうん、やはりその自分で営業をかけていく中で50社に断られたというのは、こう自分としては自信を持って開催するイベントなのに、なんで魅力を分かってくれないんだろうだったりとか、そんなにたくさんの会社に魅力が分かってもらえないのかという面で非常にプライドというか自信を失ってしまうような大きな挫折でした。それをでも先ほどおっしゃっていたようなそのターゲットを絞るであるとか訴求内容を変えるということで克服してイベントも無事成功させたっていうことですかね？そうですね、やはりその、まあ、学んだ内容としてはやはりそのただ数を打てば当たるというのは、まあ、一部正しいことではあると思うんですけど、やはりその効率性だったりとか、まあ、より良いよりマッチした企業さんに参加してもらうためにはこちらである程度ターゲットを選定してピンポイントでアピールをするというのがやはりより有効な方法なんだなということをその経験で学びました。ありがとうございます。ではですね、先ほどの会社を選ぶ基準の話とも重なるところがあると思うんですけども、改めて弊社の志望動機を教えていただけますか？はい、私が、御社を志望する理由は、個人ではできない規模の大きな商売を経験できると思ったからです、うんうん、私は先ほど申し上げましたように学生を集めて、イベントを開催するですとか、まあ、そういった個人でできる範囲のまあ、商売というかそういったことを学生時代主に経験をしてまいりました。ただその中でやはりその人生一度きりなおかつその大きな会社に入れるチャンスがあるのであれば、
御社のようなもう巨額な資本を持っていて、とても個人では扱えない金額で商売をする、例えば石油プラントを作ったりだとか、トウモロコシを何万トンも輸入するだとか、そういったビジネスに携わりたいなと思って志望しております。大きな商売に携わりたいのはなぜなんでしょうか。はい、先ほど申し上げましたように、自分は個人というかもう小さいチームで、小規模なイベントを運営するだりとか、小規模なイベントを運営するだったりとか、ある程度個人でできる範囲の商売というものは経験したという、自信があります。ただそういった中でやはり、人生1回しかないということで、せっかくなら個人ではできないような大きな商売を経験したいと思って、御社を志望しております。でその中でなぜ大きな商売を経験してみたいのかと言いますと、やはりその今まではあまりチームで大きなチームで何かを成し遂げるという経験が正直少なかった学生時代だったんですけど、せっかくならその大きな組織に入って非常に優秀な人たちの中で揉まれながら、個人ではとても扱えないような額をこう扱って大きな利益を生み出す、そういったスケールの大きい仕事をすることで、自分の自信だったりとか実力だったりとか、さらにもう高みに上がれるんじゃないかなという思いがありまして、ぜひ規模の大きな商売に関わりたいなという思いがあります。大きい商売をしたいので弊社を志望されているということなんですけども、大きい商売ができるのは世の中総合商社がたくさんある中で、どの商社でも基本的にはできると思うんですね。その中でも弊社を志望されている何か強い理由がありましたら教えてください。はい、自分は就職活動をする中で、御社の社員さんに、10名ほどお会いする機会をいただきました。その中でやはりお会いする社員さん一人一人が自分の扱っているビジネスについて、この僕のような平凡な学生にも非常に親身に教えてくださったりだとか、君ならこの部署来たらこんな活躍ができるんじゃないかなと、この教えてくださる姿に非常に感銘を受けたといいますか、あ、こんな人と一緒に仕事したいなというふうに強く思いまして、やはりその他社の社員さんではなく、こう御社のような尊敬できる社員の方がいらっしゃる環境で働きたいなと思い、今志望しております。ありがとうございます。であとですね、ちょっとこれは少し答えにくい質問かもしれないんですけども、やはりですね、弊社に限らず会社というのは組織なので、大きい商売をされたいというふうにおっしゃってますけども、なかなかやっぱり配属された先がいわゆるその大きい、商売をしているって実感が少し湧きにくい、いわゆるコーポレート部門といいますか、私のような人事の人間だったりとか経理だったり財務だったりっていう部門に配属される可能性も少なからずあるんですけども、そういったところに配属されたとしたら、しても、大きい商売をするという目的は達成されるといいますか、田中さんのやりたかったことはできると思いますか。はい、そうですね、正直現時点ではやはり営業部に配属、していただいて商売に携わりたいという思いが強いんですが、はい、仮にそのコーポレートに配属されたとしましても、自分が例えば人事になって、優秀かつ、御社の雰囲気とマッチする学生を採用すれば、その学生が大きな利益を上げてくれて、御社の利益に貢献するだったりとか、何かそのコーポレートの仕事も会社の仕事なので、必ずその商売にの結果に直結する仕事だと思うので、そちらに対しても情熱を持って仕事に打ち込めるという自信があります。なおかつやはりそのコーポレートのままで、ずっと会社で働くというわけでもないと思うので、そちらで逆にその営業では身につけられない専門的な知識を身につけまして、その力を武器に営業で活躍できるという未来もあると思うので、そちらも考えております。ありがとうございます。ではですね、少しまた質問を変えるんですけども、今までの人生で何か一つ、あ、こうしておけばよかったなと、少し後悔をされているようなことが何か一つありましたら教えてください。正直に申し上げまして、自分はこう大学生の時代に関してはもうやりたいことを全部やったという自信がありまして、こうしとけばよかったなということは一切ないんですけど、強いて一つ挙げるとすれば、実は僕は大学受験の時に浪人をして
ておりまして、はいはいはい、まあ、一浪して今の大学に入ったんですね。で、うんうん、その浪人の結果としては第一志望の大学に落ちてしまったという失敗がありました。でなぜそれ失敗したかっていうのを考えてみますと、当時は予備校に通っていたので、まあ、1日10時間だったりとか12時間だったりとか勉強していたんですけど、ただ机に座っている時間イコール勉強時間だと思っていた節がありまして、その時間の中でどう効率を重視するかということに正直頭が回っていませんでした。なのでただ椅子に座った時間が長ければ合格するものだというふうに、そのゴールに至るまでの、プロセスを重視していなかった。そのせいでやはり受験でもあまりうまくいかなかったという失敗があるので、それを踏まえた上で最近はそのただやみくもにやればいいだけじゃない、先ほど言ったように数打てば当たるが正しくない場合もあるので、どうすればゴールにまで最短距離で行けるのかというのを何か始める前に一呼吸を置いて考えた上で取り組むように今はしております、うんうん、ありがとうございます。ではですね、最後に何か一言言い残したことがありましたら、はい、ぜひお願いします。はい、自分は自分はその帰国子女でもなければ、学生時代に何か体育会で部活を一生懸命頑張ったというわけでもなく、そこまで大きな武器があるわけではないです。ただ、自分のできる範囲で、個人でできるような商売を経験したりとか、他の学生ではあまりしていないユニークな経験をしてきたという自信があります。そういった強みを生かしまして、まだ御社にない新しい風を吹かすような人材として、御社に入りまして、新しくビジネスを作ったりとか、新しい挑戦をしていくことで御社の利益に貢献していきたいと思っております。以上です。ありがとうございます。それでは以上で面接を終わります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今の面接を太村さんがもし採用担当だとしたら、二次面接ぐらいで通すか通さないか。僕の個人の考えです、はい、バツ、思ったことが、志望動機が自分向きだなと思ったのね。希少性のある仕事ができるっていうこととか、人生が一度きりっていうことをかなり強調してたと思うんだけど、自分にとってスキルが身につくであるとか、自分の人生の糧になるっていう話だと思っていて、でそれはもちろん考え方としてはすごく重要で、会社選びにとっては重要なんだけど、人事の人からした時にスキルが身につくし貴重な経験ができるっていうのはそうかなと思いつつ、それってじゃあうちの会社にとって何がいいんだっけって思ったら、なんかあんまプラスないのかなと思って、会社のビジョンに共感して、会社が世の中に生み出している価値を自分がそれを加速させることに貢献したいみたいな話だと、この人は多分組織の中で価値出してくれるんだろうなって思うと思うんだけど、社会とか組織に対してどういう価値出すのかっていう話があんまりなかったかもなとちょっと思いました。本当にその社会に対してとか組織のためにと思えてる人は意外と少ないと思うんですけど、そこの観点を持ちつつ話す、伝えることっていうのはすごく大事だなっていう。合格したとはいえ完璧ではないっていうことが視聴者の方にも伝わったと思うので、面接って受験の正解があるわけじゃなくて、企業によって求められる人物とかが変わるから、うん、まさにまさに、この動画を見て真似してからといって受かるわけではないっていうことは伝えておきたいなっていうふうに思いますね。最後に一応田中さんから感想をいただいてもいいですか。自分が思っていることを伝えるっていうのは一番大事なんですけど、仮にそれでもし結果が芳しくなくても、それは自分の人生が否定されたとかそういうわけではないので、うん、そこは変に落ち込まず、ちょっと運が悪かったなくらいでね、うん、次に切り替えていくのがいいんじゃないかなと個人的には思っております。田中さんが就職活動時代にこういうことに気をつけたとか、こういうことを頑張って受かったっていうところを就活会議チャンネルの方でインタビューさせていただく予定なので、よかったらそちらもご覧ください。豊村さんの SNS のリンクは下の概要欄に貼ってあるので、よかったらフォローお願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。